こんにちは。今回はね、金八先生というテーマでお話ししようかと思います。実は金八先生という学園ドラマ、先生が主役でですね、毎回30人ぐらいの生徒さんが出てきてエピソードを繰り返すんですけども、当然ですけどもいじめというテーマでも語られたことがありました。その中で、いじめというのかね、こういう話があったんですよ。昔その桜中学というね、舞台になっている中学で校長先生を務められた方がもう引退して、今老後の生活、車椅子生活でね、デイサービスとかに通ってるんですよ。でそのデイサービスが学校の中に併設されているという設定なんですよね。である時その先生が、校長先生を退いた先生が、昔懐かしい自分の3年 B 組の教室にやってきて、生徒さんにね、なんかお話をしたんですよね、にこやかに。そうしたら生徒の中の一人が、じいちゃんお年玉くれよみたいなことを言い出したんですよね。で、いやそういう話じゃなくてねっていうふうに話を続けようとしたら、なんだくれねえのかよケチだな、死んじまえよとか言ったらしいんですよ。セリフの中でですよ。でその後何が起きたかというと、クラスのみんながけしかけて、お年玉くれとかケチケチみたいな感じで手を立てて生やしまくるんですよ。でみんながそれで一致団結しちゃって、で、その先生がね、そのポロッと生徒から出た死ねよみたいな言葉をずっとね、じっと捉えていたんですよ。でわんわか生やし立てている中で、その先生は、車椅子だったんですけども、よろよろと立ち上がってね、その死ねよって言った生徒に詰め寄って、分かった、死んでみようじゃないかと、私は十分生きたし、最後の教育として人に死ねと言って、本当にその人が死んだ時に君がどういう思いをするのか見せてやる、来いとか言ってね、すごい形相で迫ったんですよね。そしたらその生徒さんは悪ふざけをして死ねって言ったんですけども、そんな風に迫られたんで怖くなっちゃってね、近づくなとか言ってドンと突き倒したんですよ。そうすると足の弱かった先生ですから、そのままヨロヨロと言って黒板に頭をぶつけて動かなくなっちゃったんですよね。それは軽い脳震盪を起こしただけだったんですぐに気がついたんですけども、死んじゃったと思ったそのいたずらっ子の生徒さんはね、パニックになって屋上に駆け上がって飛び降りようとするっていうエピソードなんですよ。もちろん他の生徒さんとかに、羽交い締めされて飛び降りはしなかったんですけども、いやすごい鬼気迫る演技でしたね。でその後金八先生がやってきて事の真相を知ってですね、その現場のことを知って、生徒さんに叱るわけなんですよ。君たちはね、なんでそういうことを言ってしまったんだ、言ってしまっただけではなくて、なんでみんなで横一列になって気持ちを一つにしてそれに けしかけるようなことをしてしまったんだ、一番してはいけない人にそういうことをしたんじゃないの、誰か一人でいいんだ、誰か一人がごめんなさいというだけでその場は収まったんだよ、なぜ君たちは誰一人それができなかったんだと、ね、もう中学生、来年からは受験を終えて高校生、社会に出る人もいるだろうと、そんなことで通用するのかと、今まで一体何を勉強してきたんだ、これから一体何を勉強していくんだっていうふうにね、お説教が続くんですよね。説教してるうちに、金八先生は怒りとともに涙が出てきたわけなんですよ。情けなすぎて、中学3年にもなって人に死ねと言ってしまう、そしてそれをみんなでけしかけて本当に大変なことに導いてしまうというね、誰か一人が何を言ってるんだと、そんなこと言っちゃダメだよと、ごめんね先生と、ちょっと悪ふざけが過ぎたんだよっていうことがなぜ言えなかった、それはなぜかというと、アンチコメントにすごく似てるんですけども、誰かが誰かをやり込めようとしてるところに乗っかって、みんなでえいやっていう風なね、いわゆる論破好きなんですよみんな。討論番組とかテレビでもあったりしますけども、とにかくね、こっちの正論とこっちの正論がやり合ってどっちが勝つんだろうと思って見ちゃうんですよ。最近でしたら、ひろゆきさんっていうね、インターネットの2チャンネルとかの人がいますよね。ひろゆきさんっていう方の切り抜きが結構受けてるんですけども、あれは要するに誰かをもう言いくるめちゃってる、もう反論できないようにリズメで追い詰めるひろゆきさんの言動が面白くってやってるわけですけども、あれでスカッとする精神も私は病的だと思うんですよ。人を論破していいことないんですよね。というのが、人には自分の考えがあり、考えの未熟なところがあり、
考え違いがあるんですよ。でそのね一番悪いところをついて反論できないようにして追い込めてしまうのが、果たしてそれは論破して楽しいってことになるんですかね。違う考え方があっていいじゃないかってところで、どこかに逃げ道を用意してあげるっていう風な配慮があるからこそ、人はコミュニケーションが取れていくと思うんですよ。そう考えるとね、逃げ道をなくすようなことをしてしまう、例えばクラスの全員でたった一人の人をね同じ方向に追い込んでいくとか、木村花さんや北海道の中学生の件とかね、みんなで同じようにもう360度囲んでね、どこに行っても味方がいない状態にすること、そういう風にして人の生存本能を奪ってしまうことっていうのが、人間はなくさないんですよ、なくならないんですよね。もちろん動物っていうのは、まあ、ある意味ね、誰かの命を犠牲にして成り立っているところはあります。でも私たちは動物ではなくて、学習して知恵があるわけですよ。で100人と仲良くする方法を知ってるんですよ。でも1人の人をいじめ抜いて99人でワッハッハみたいなことを選択するんですよね。これはバラエティ番組でもよくあると思います。まだ若手の売れてない芸人をみんなで汚したりいじめたり痛めたりとかしてみんなで笑うと、やられた方もかなわんなみたいな感じで笑いを取る。確かにそれは台本の中の出来事でいいでしょう。でもそれを見て、例えばね、次の日に同じことをいじめられっ子にみんなでしてしまう図が浮かぶわけなんですよ。そういうふうなことをね考えると、テレビを見て影響を受けるんだったら見てはならないし、アンチコメントを見て自分も書いてやれみたいに思うんだったら見てはならないしね。やっぱり自分の本性がそこに出てきますんで、味方になってあげようっていう風なね、そういう風な反感びいきっていうんですけども、反感びいきは何かっていうと、なんかこっちの軍団とこっちの軍団が戦っていて、こっちの方が不利だと思ったら、それを見ていた人が不利な方についてやめろみたいな感じでいく。それがいわゆる私たち日本人がね大切にしてきた粋だとかね、義理とか人情というね、そういったものの一つによる反感びいきってやつだったんですよ。弱い方につくっていうのが。でもいつかこれを忘れて強い方につくんですよね。強きを助け弱きをくじく、なんででしょうかね。弱きを助け強きをくじく、それに憧れて私たちは大人になっていく道を選んだはずなのに、いつの間にか森友問題と同じですよね。それから JOC の経理部長自殺、この問題と一緒ですよ。みんなして強いものに巻かれて、誰かを口封じに貶めて死人に口なしを作っていくというね、どこを見ても今そうなってんじゃないかなと思うんですよ。むしろね、何か都合の悪いことが起きたら、それ俺のせいなんだよねと、ごめんねっていうふうに自分が損な役を買って出れるようなね、そんな男は減ってしまったんだろうかとかね、ちょっとね寂しい思いがしますね。でインターネットっていうのはアンチコメントも込みで考えなくちゃいけないんで、それが嫌なら発信しない、見ないっていう選択があります。私もね気持ちの悪いメールが来たら読まないですね。もうタイトルとかメールの受信トレイにちらっと見える最初の先頭の数文字で分かりますんで、もうこれは見ないなって感じです。メールは受け取った瞬間見るか見ないか自由ですから ね。メールボックスにいろんなとこからメールが届くけど、全部は見てないですよね皆さんね。私も全部は見てません。ですんで、あまりにもひどいメールが来たなというふうに感じたら、そのメールを開けないこともありますね。開けないまま何年も経ちますんで、もう二度と見ないと思います。送った方は見てもらえているつもりでいるんだろうけども、でも見る価値のないものは最初から見ないです。で見てしまってネガティブな気持ちになったり、それにやり返すための論破が始まると、それはもうそれで不毛じゃないですか。私も誰をもいわゆる論破っていうのができるかもしれないんで、だから論破しない方法を取りますね。まあやられとこうかって感じですよね。やられてもこっちが結局優位だからやられておこう。自分が結局最後に軍配が上がるんだったら、何もね百戦百勝しなくてもいいわけなんですよ。まあ51対49で相手にも花を持たせながら結果だけ摘み取ればいいかなというところと、仮にそうじゃなくてもね、まあ私のダメージはすぐ回復するんで、
それでいいかなってことですね。さあ、それではね、全部をまとめて師匠の精神という言葉にさせてもらいます。師匠の精神というのはタイトルにもあるようにああいうふうに書きます。どういう意味かっていうと、私はね、私の方は自力で生き返ることができるんで、どうぞ先に花を持ってくださいってことなんですよ。分け前、うちはゼロでいいですよと、皆さんで分けてくださいと、これ自力でやりますからぐらいのこと、圧倒的な力があるべきなんだろうなと思うんですよね。こと組織を守ろうというか、まとめてる人間っていうのは、おこぼれが何もいただけなくてもそれでも満腹になるような能力を持ってるからこそ突っ走っていけるんじゃないかなと思います。私に言わせれば9対1で分けて五分五分だっていう感じですよね。いや、10対0でも五分五分ですよね。そのぐらい周りに花を持たせても圧倒的大差で勝つぐらいの力があってもいいんじゃないかなというふうにね、考えてますね。それでは師匠の精神でした。